今日は今日はハゲちゃんと一緒に遊んできましたサプライズ起こせなかった外れちゃったのマジでやばすぎでしょ絶対になんかあるよそれ絶対お祓いとか行った方がいいレベルで当たらなさすぎててかわいそうお久しぶり お久しぶりソキョハゲちゃんと遊んできたのもうね楽しかったんですでこれを顔面に貼ってこれを持ったりこうやって持ってプリクラを取りました乗、うん、せません乗 <laughs> せません20日外れたのピアントねトレードワンチャンあるかもしれないからトレードかけてみようやどう そうじゃんみなさんみなさん昨日の生配信見てくれましたかおのぞ重ねた足音最善ゼロポジサイリウム7本振ったけど見てくれたえめっちゃ目あったじゃん目あったでしょめっちゃすげえと思ったすごかった <laughs> 4本持ってた片手にびっくりしたよイエーイみんな昨日の配信 見ましたかイエーイ見たよー見たよー見たよーなんかすごくないすごかったよねいろいろ発表あってなんと一つ目今回のアルバムは全17曲おばあちゃんプラス16曲べておばあちゃん以外は全て新規書き下ろしですありがとうございますなんと今回 小室さんがですね十六曲書いてくださりました素晴らしい最後最後髪に泣きたよガチみんなの反応がすごいイエーイこんばんは <laughs> イエーイこんばんは そう。本当だ、長坂美優ちゃん独占って書いてくれて嬉しい。ありがとうございます。いえいえい。<laughs> それでね、ね、その十六曲なんと全部。書いていただきました。新規書き下ろしです。素晴らしい。そして、二つ目。は、販売形態ですね。販売形態は。 1>, 1つえー、アットロッピー HMV 限定版と HMV 限定版と通常版の2つになりまーすイ,ーイ今日は TM ネットワーク35周年えー、すごいありがとうございます愛をき君に 愛を僕に前髪の横の髪もかわいい今日全然アイロンしてないイエーイ素晴らしいそしてこの前お礼すりませんでしたひそかに SNS 見てましたこれからもしますえう、ー、嬉しいです全然気にしないでください私が勝手に盛り上がっちゃったから嬉しいありがとうございます見てくださって すごい嬉しいですね。イエーイ <laughs> あそうだよ絶対新公演のためにうん温存してるんだよ。でね今回アットロッピさんアットロッピ HMV 限定版だとなんとロングトーク会がワンショットロングトーク会が行われますイエーイ <laughs> はいあのこれはですね ポートメッセ名古屋で7月31日と8月14日に開催されるんですけどなんとロングトーク会ですイエーイそして今回なんと長坂みゆちゃん3部ありまーすイエーイ素晴らしいことなんですこれははいなので皆さんぜひ 遊びに来てくださいこちらは「アットロッピー h m v 限定版となっておりますので「HMV からアットロッピーと「HMV」限定版をご購入の方はワンショットロングトーク会が参加できますそして通常版を買っていただいた皆様にはオンライントーク会とオンラインサイン会がありますなんとオンライントーク会 3部もあるんですよこれ全員なんですけど全員3部もあるんですよだからみんな会いに来てください <laughs> 3部もあるんですよ全員がこれはみんな会いに来るしかなくねで <laughs> サイン会はですね時間は短いんですけどなんと 取り下ろしチェキにですね皆さんのお名前とサイン書かせていただくということで素晴らしい皆さんこの機会にぜひ「是非長坂みゆちゃん」を押してみてくださいチェキもトークもおすすめなんですけどあのオンライントーク会ってちょっと皆さんがやっぱりまだ慣れていないから。 会いに来てくださる方が少ないので <laughs> 会いに来たら中坂みゆちゃんが独占できちゃうかもしれません是非会いに来てくださーいイエーイ <laughs>、はい、そしてそして今回「アトロッピー h m v 限定版と通常版両方にですねなんと生写真がついておりますイエーイ はい、なんとですね <laughs> なんとですね S ポーズをしたメンバーの生写真がついてくるということでですよ中坂美えちゃんの生写真がですね19分の1で出てくるんですよこれはもうゲットするしかないのですよないでしょうか <laughs> 皆さん是非中坂美えちゃんの生写真 ゲットしてくださいあと今日は結構重大なお話があるんですよ全然重大じゃないんだけど結構緊急事態わっしょいで続きまして特典会の次は特典会の次何だったっけあジャケット写真見ましたか皆さんえっとアトロッピーえ通称版が黒でアトロッピー HMV 版が白かな <laughs> で上面は私たちの。 写真になります <laughs> はいなので皆さんぜひあのあれも見てくださいジャケットもそして MV が公開されましたが皆さん見てくれましたかえ <laughs> に肘打ちされてない <laughs> されてないよ。 大丈夫だよ mv 見ましたああ、りがとうございますちょっと、ね、長坂はちょっと1点だけ不満があるんですけどまあでもせっかく素敵な部位にしていただいたのでグッ <laughs> とこらえます過去コロナところもだけどそこじゃないところだよ <laughs> あのね歌わりがあるんですけど残中坂だけ あの光が当たってないんですよ。やばくないちょっとねもう一回見直していただきたいんですけど <laughs> 中坂の顔だけあのー、光が当たっていないというあの悲しい事態なので <laughs> ぜひ見返してくださいはい。で。 でではこここ緊急事態をお知らせしししままますなななんととのの月4日にプオオライドの衣装が着れなくなってしまいました、うん、ピエー残念 <laughs> はいなんと今日分かって。 あのもう衣装が借りられるかすらも全然今わかんない状況なんですよであのもう本当にこんなギリギリで着れなくなることってあるんだって思ってもしかしたらだから3日に着着る倉島さんんももれれないかもしれないいかしですよだからあの衣装をチェンジしたくてですね 中坂が今迷ってる衣装が2着あるので、まあ、まあできたら第一希望が MV 衣装です。今回の MV 衣装第一希望が今回 S 公演の MV 衣装これが第一希望ですで、第二希望が ミナルンさんの卒業コンサートで着た黄色の衣装です。はい、のこのどっちかにしようかなって思ってるんですけど、みんなはどう思いますか？ アンケートっていうかそもそも中坂は第一みんなが何と言おうと第一希望はあれなんで <laughs> だからそのみんなが見たいか見たくないかを聞いてるだけなんです新衣装の黄色そうあのー、新チェック柄のやつが MV 化で悩んでるんですよでも着れるか全然わかんないのでまだ許可が取れるかもわかんない今日聞くんで。 はい、みんなが見たいかなみたいな <laughs> っていうのを聞きたいだけ長坂的には第1希望は MV で第2希望が黄色ですでも可愛い衣装の方がみんな的にはいいのかなとか思ったり思わなかったりしてますあ確かにお披露目前だし確かにそれはでかいですねえー、じゃあ黄色の衣装の方がいいかな 今来たんだけどあのね「5月3日の4日の衣装を着れなくなったよ」ってテロップに打つね。 でも着れるかわかんないんでとりあえず聞いてみますだからそのとりあえず狼とプライド着ないっていう話だけ把握していただけたら幸いです話変わるけど中ちゃんの生誕6月25日の土曜日希望しますミモ土日がいい <laughs> お前久しぶりに来たいありがとうペンギンは今のところ着れる このお花はだかハゲちゃんとプリクラを取ったお花ですみんなには見せませーんでも今日めっちゃ漏れましたこんばんは三つ編みじゃないお団子ですそう誕生日は土曜日なんですよね3日は私服です4日が衣装なんですよそう 今はプリクラでそう今日はネタプリを撮ったのでこんな感じなんかジャケシャみたいな <laughs> ちょいと26日に境に行く予定があってなるほどねロングトーク会申し込み始まった申し込むねありがとうルービューは英語で スタートーイ <laughs> そう、二十五日がなかちゃん生誕、二十六がハチキゼップだといいな。そっか八チゼップ六月とかでしたっけ？なんか当日生誕っぽくない？いやわかんないんだよねそもそも、<laughs> そもそもわかんないんだよ全然予想すらついてない。 愛を君に愛を僕に感動ってなんだろうそういえばさそうそう話していいかわかんないけどさそうまあいいやもうもう過去の話だから話すんですけどハゲちゃんね彼氏がいたんですよはいでも別れちゃったんだってで私その話聞いてなくてショックだったんですピヤ <laughs> そうピエン今の高校生混ぜてて草 <laughs> なるほどねってさ <laughs> っしさっしそう。がハゲちゃんすげえ <laughs> 結構前に匂わーしてたじゃん。匂 <laughs> わしてたけど別れたのは知らなかったの。今日知りました。結構前だよって言われたけど、でも2月に遊んだ時はまだ付き合ってたから、結構前の概念わからん <laughs>。ショック受けてる人多くて <laughs>。みんなショック受けてんの。 それ言っていい話まぁ、あ、終わった話なんで2月なら結構前では結構前なんだ今ならハゲちゃんにワンチャンダメですよ皆さん捕まりますよ僕は正午の目に彼が できてってしょう小5で彼氏って何小5 <laughs> はやばくない混ぜてるやめっちゃ混ぜ混ぜやばくない捕まってもいいもん <laughs> ダメです若 <laughs> いっていいね若 <laughs> いっていいよねみんなは彼女できないんですか しょうがならいるんじゃないいやいなかったよなんかその「量もいいとかはいたけど小5で付き合ってるは聞いたことない「週間長さ」が載せるのはやばいでしょはい載せないでください <laughs> まあでもその辺は分かってる方だと思うのではい載せないでください まあこういういフランクな感じでねいきましょうだからツイッターとかにもあんま載せないようにしましょう <laughs> ゆったみゆったみがこのルームではアイドルより人気あるからねハゲちゃん失礼なハゲちゃんかわちいのに彼女がいた時期もあったけどけど <laughs> そんな小5で付き合うって何すんの だってさ、行動範囲とか近所の公園レベルやろ <laughs> どの口が言ってんのすいませんでした小学生でも映画とか行くやん小学校って映画行くんですか行かないよ絶対。 なんかその近所レベルしか小学校は行動しちゃダメみたいなイメージ私の親友も小五の時付き合ってたよえませてんな交換日記とかあーかわいいかわいいでも結婚できたからいいもんいいですねフードコートでお茶とかお茶って何 ススポッチチャャくくらい行やあかでもさどこら辺にあるかじゃないそ近所にあれば行くかもしれんけどさ遠かったら絶対に行かん。中坂の称号の行動範囲は学区内だけだった。 だって、電車乗っちゃダメバス乗っちゃダメみたいななんかもう自転車で行ける範囲くらいでもそれでも自転車でも学内だけみたいな感じでしたえ、だから言っても行く場所なんかね近所のショッピングモールとかってことでも今日今日ちょっと境にいたんですけど今日小学生で境にいたん小学生が多分境にいたんですよね 小学生だけでびっくりしました中坂いじってほしいときにいじってもらえないもどかしさ <laughs> なんかいじりにくいんよ中坂もそんな詳しくないからさどこまでいじっていいのか学内イオンあるなら最強やろ なるほどいやじゃあ小学生でイオンが最強ってこと学内にイオンあれば最強ってこと中坂は小学生の頃に小学生だけでイオンは行ったことないですねない親がいましたど,どうどう <laughs> 一緒に。 いやなんかそのやっぱ私たちの私たちの頃はか私たちがなんかその小学校の頃は行動範囲が狭かったっていうイメージが強すぎてその小学生で境にいるっていうことがちょっと何ていうんか考えられなかったっていうかびっくり。同伴あそう,そうそうそれそれ,それです。 親親がこうついていて誰かの親みたいな例えばじゃあみゆと A ちゃんと B ちゃんと C ちゃんでいくとして、まあ、誰か A ちゃんか B ちゃんか C ちゃんか D ちゃんかみゆちゃんの親がいるよみたいな <laughs> 感じだった <laughs> そう でも基本的に中坂はど誰かとどっか行く遠くに行くっていうことは年一くらいしかなかったですね。はい 名古屋のの高校生は境で遊ぶのえめっちゃいますめっちゃいますなんかあの今日ハゲちゃんと栄に行ってたんですけどあの中坂はあまり名古屋市の高校の制服を見てもど,どこの高校とかわからないんですけどハゲちゃんすごいんですよああれはまる高校あ,あれはまる高校みたいなすぐ言ってきて全然ついていけません <laughs> そう 思いました何して遊ぶんですかなんか普通にお茶して <laughs> 今日はお買い物してプリ取ってガチャガチャして帰りました中坂は小学校の卒業の時卒業した春休みに初めて 電車に乗って、友達と二人きりで遊びに行きました。そう。中学生の時に一人旅したことあります。やーば、<laughs> それはなかなかぜ。それは県外、や。バリ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 名古屋市内。<laughs> バリバリ名古屋市内ですけど。そう。 ババリバリ名古屋市内だけどそう天使ちゃんとは4月の頭に遊びましたバリ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 地下鉄だけど <laughs> そうであのそれが小学校6年生の時の卒業した後の春休みでしたはいっていうか中坂そもそもなんですけど友達と市外に行ったことないです 長ちゃん、は堺派、大須派、名駅派、名古屋城派。圧倒的堺派ですね。一番いる <laughs>。結構な割合でいます。高一で一人スシローもすごいと思う。ありがとうございます。いえいえい。そう。モリコロパークは市街よ。ああ。そうか。 モリコロパーク1回だけ行きましたね電子ちゃんと面白いんですよこれ中学校の時だったんですけどまだ私が SKE に入る前であの夏休みだったかな夏休みにモリコロに行きたいけどモリりロってリニーモっていうその特別なね、まあ、リニアモーターカーに乗らないといけないんですけどリニーモは往復だけで1,000円くらいかかるくらい結構高いんですよでその往復1,000円のお金をう払うなら くくななないい行きたくないって,なって <laughs> めっちゃねこう迷ってたんですね。ねなんかさすがに高すぎるみたいなどうしようみたいなってめっちゃもうめっちゃ迷った結果自転車で行ったっていう <laughs> アホエピソード <laughs>。<laughs> スタバデビューは結構早かった小学校の時におばあちゃんに連れてってもらいました。 子供料金あの名古屋市は中学生から大人料金なんでそう高いんですで、ね、んかその結局遊んだ時間よりあの往復生き生きの往復の時間の方が長かった <laughs> そうめっちゃめっちゃ大変だったなんか行きは結構ノリノリだったんですけども帰りが結構死んでました疲れた <laughs> 手継がれた。そう。そう。でもなんか、今はもう無理です。自転車で行けないです。今だったらもう全然千円払うから、電車で行こう,っっちゃう。すいません。お互い女になってしまった。のかな。で、まだエス入る前だったんですよ。それが。そう。 そんくらいかな。し、市外は。うん、あとはないかも。そう。そんくらいです。 例えばその髪型でハゲちゃんち,う違うハゲちゃゃハんとこの髪型でプリクラ撮っちゃう2人でこの髪型した <laughs> そう「長島スパーランドは行きたいね」っていう話はめっちゃしてるんですけどまだ1回も行ってない24日のこのを撮った独占 T 来て青白レンジ振ります待ってまーすはずみ咲もとだもんねそうなんか同期ともあんま行ったことないですね タクシーは見えない理使いません怖すぎてなんか止めるのも勇気いりません1回だけねあの乗ったことあるんですけど1人で「ヘイタクシー」ってやってハゲ <laughs> ちゃん髪あんのハゲちゃん髪めっちゃありますよ私より長い長島はあの友達と行ったことないだけでおばさんとならありますめっちゃ絶叫大好きなおばさんと行ってはい連れ回されそうになりました <laughs> めっちゃ面白いエピソードあって見ると2人で行ったんですよそのおばさんとねで 二人で行ったのにうんみゆはジェットコースター乗れないんですよだからなんだろうで長島といえばドランクドラゴンみたいな違うそれは芸人さんですねすいませんスチールドラゴン2000あるじゃないですかあれに乗りたいみたいなあれ乗りたいって思っ言われてでもみゆは100乗れないしてか身長が足りないから乗れなかったんですねまず小学生だったからみゆは乗れないから一人乗ってくるみたいな <laughs> 行って1人で乗りに行ったんですよやばくないそもそもハゲちゃんは知らないハゲちゃんっていうのはお友達のことです私のマイフレンド <laughs> そうでなんか私はその間になんかポケモンを探す森みたいなのにいました <laughs> ホワイトサイクロンも乗れなかった なんだっけ高校生がタクシーに乗車拒否されるのかわかんないけ,ですけどエスケープはタクシーに乗車拒否されますよね指先が触れ合って感じる「パパやママには言い訳しないわ」「バッカな子だと呆れられては携帯って門限越えれば」 あれ違うか通り過ぎる車私たち責めるあ違うか年の差なんて関係ないでしょうイエスかノーかあなた次第だわ大事なのは世間体じゃなく今のこの気持ちタクシー止めてあそっかつれがラメかあーそうだタクシーに なあそうだ、上司作曲用されたタクシーに中指立ててか。四つ渡りをしたってもっと濡れるだけ。未来は、わミラボー、ありがとうございます。なんて当てにならない。どうせ愛情が作ったんで。<laughs> 愛情だって、れかがちくったんでしょう。Why no? すねながら。<laughs> タクシーに引っ張られましたそうラグーナ懐かしいラグーナも一回だけアトラクションにスキーのお仕事に乗らせていただいたんですけどュゆとゆっちとこっちゃんさんと川島で乗る予定だったんですけど川島美はるはなんかちょっとでも体が宙に浮くとダメなんですよ。だから <laughs> 川島美晴は,は下から見学みたいなもう絶対乗れないってって長坂「楽しも <laughs> やってました長坂さんがおすすにな,なっておられる時みんなが押してくれないからすねちゃんもん <laughs> <laughs> したピャン人生で一番怖かった乗り物って何人生で一番怖かった乗り物かんだろうなんだろう あああんまりない <laughs> あんまりないかなだって基本的に乗らないからさ怖いって分かってるからなんだろう怖かったものあでも長島スパーランドにあるこう結構直角に登っていって。 ちょっとだけ落ちて横回転でぐる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 って回るタイプのジェットコースターがあるんですけどそれめっちゃ怖かったですバックもするでも今なら結構乗れると思うんですよね長くなければフフが上がったら全然乗れるけどメンバーが運転する車に乗ったことない。 富士急は乗りませんでした。何も何にも乗らなかった。でもなんか今ならなんかその乗車時間が短ければ行ける気がします。楽しくないですよ。めだっておこちゃまコースターでさえさ、だいぶダメですよ。浮遊感が <laughs> なんかそのジェットコ修学旅行で富士急行ったんですけど、富士急のおこちゃまジェットコースターに全く話したことないこと一緒に乗ったんですけど二人で。 あの全く話したことない子なのにのすっごいしがみついて叫びまくってました <laughs> 観覧車見る全然いけますね観覧車は怖くないなん,な,んなんか急に落ちる系がダメですえそう全く喋ったことないなんか転校してきた子だったんですよだから本当に話したことなくてな全然知らないみたいな感じなのに きゃーとか言って <laughs> そうフリーホールかフリーホール系無理っすね高いところは平気なんです落ちるのがダメあユニバないですねお仕事に乗れることになったらえ頑張ります下から上もダメカエルぴょんぴょん嫌いですねほにゃんほにゃんみたいな でも下から上は乗ったことない講師でマウント取る取りません <laughs> 取られます逆にえバンジーはいけますバイキングは無理です、はい、あれは人間が乗る乗り物だと思ってませんえー、いいなユニバ修学旅行いいななんかさっはもともとはドリームワールドだったんですけど <laughs> はい はじめましてはじめまして試験法廷同級期生チーム S16 歳のなかちゃんこと中かみゆですよかったら応援してくださーい<ン> <laughs> じゃあよくかわいいちゃんせいか大気圏に突入できましたらそれはもう慣れ,慣れましたバンジーいける理由がわからないでもバンジーはしたことないからいける気がするんですよジェットコースターは乗ったことがあるからダメなの ババンバンジーならいける <laughs> それサラダないよサラダないよそうバイキングはあれは違うダメですだってバイキングはさなんか一回転しなければギリいけるんですよでも一回転するなら結構無理 <laughs> 結構無理 空中でペダルこうやつがいい <laughs>。でもあれ、なかなかしんどくない。なんて日だ。ロープなしバンジーは。うん、死んじゃうくね <laughs>。あ、そういうこと。違います。違います。空中ブランコって何ですか。バンバンジーってサラダじゃないの。バンバンジー、なんかサラダチキン、サラダみたいなイメージ。 バイクの後ろはバイクの後ろ、わかんないです <laughs> ごめん多分めっちゃ面白いこと言おうとしてくれてたんだけど中坂がバカすぎてメリーゴーランドが似合うありがとうございますメリーゴーランドが似合う女になりたいあれしたいんですよドリームワールドの VIP コースやりたい <laughs> なんかお金貯めよう一輪車乗れますよティーカップはねみ乗れないですあーそうみんな知らないんですかコーヒーカップ乗れないんですよ <laughs> 結構ダメあの遊園地の中で1位2位を争うくらい苦手ですえバルーンがあんの今 オレンジと白あんのにあマジ青と白あんのにオレンジ <laughs> え知らないのみんな見るねダメなんですよはいあのははははは,は <laughs> ピーって感じ <laughs> なんかウエーとはならないけどなんか今のテンションの 1> 1万分の1くらいの点数になる一日中しんどいガチしんどいほんと無理ガチ無理あっほんとに気をこやばいえばえマジしんどいみたいな久 <laughs> <laughs> 々締める長さが想像以上に変わっちゃうありがとう三半規管多分相当弱いです だから長坂はあのー、前富士急に行った時にあの4人グループで回ってたんですけど3人,3人で1つのコーヒーカップに乗ってぐるぐる回してもらって私は何にも回らないコーヒーカップに1人で乗ってま,ってました楽しかったです <laughs> そうなんか酔うっていうかなんかその「えっ?」っていうタイプの酔いじゃなくてなんか なんかもう上から何かが乗っかったくらいの体がだるくなるタイプで <laughs> そう遺産とかめっちゃ美味しそう確かにお化け屋敷は行ったことないけど平均ですみんな絶対怖がらない自信あるメリーゴーランドはね大好きです そそれれただの椅子でです。す楽しいですよ、それも。みんなが回してるのを優雅に眺めてるんですうあっ公園にある地球儀みたいな遊具マジで嫌いですあれマジ腕飛んでくもん藤木 <laughs> は怖い系の列もあったっけ 富士急基本的に全部怖くない <laughs> 友達は一緒のねグループの子2人は富士山に乗ってましたすごかったんです逆にジェットコースター全部さ目つぶって乗ってみたいえ <laughs> 戦慄迷宮行きたかったんだけどね全員に却下されました長坂は戦慄迷宮に行きたいみんなは行きたくないじゃあ行かないみたいな <laughs> そう ランコみたいなので空中にあ、あれは全然いけますあれはだって落っこちないもんこう一気にヒューンって落ちるタイプが嫌なのみはそう、おいらはトーク会でぐるぐるするとやっちゃう <laughs> 中坂みゆちゃんに酔ってるんでしょかわいさに中坂のピカチュウパジャマを見ると夏が近いのなんてう <laughs> だいぶさ、夏の丈なんですよね <laughs> そ袖<れ>が <laughs> 半袖より短い ホラーはいけるの余裕ですね。なんか長坂まずお化け屋敷が怖いっていう認識がわからないんですよ。だから誰かお化け屋敷一緒に行ってください。キャー怖いで一緒にやりましょう。あなんかこうこういうこう,こう,こ,うこういう形式ですね。<laughs> はい はい、いやー怖ーいってしていいいいですけど何が怖いのって言いますよ女子役やります <laughs> 女子役やんのびっくり系は強いのか強いですねよしよししてあげますありがとうございますメンバーがお化け屋敷で怖がってるのを見てどう思う なんかみーはいたことがないからその本当の怖さがわかんないんですよだから本当に怖いかもしれないしなんかでもガチで本当に無理な人もいるわけじゃないですかそのまあ信じてるみたいなやつみーはもう全然信じてないんで <laughs> なんかそのねでもちょっと楽しそうお化け屋敷はそう 今日おお仕事のお電話が多いですホラーとか得意だっけあ見,ま見ませんけどあのー、<laughs> あの見るのは苦手ですでもお化け屋敷は行けますでも行ったことはないからわかんないガチで怖いかもしれないホラー映画とか見たことないんですよ見ようと思わないんで <laughs> なんかそういうの見ると ななんか怖くなっちゃう <laughs> そうでもなんかそうお化け屋敷は別に怖いと思わないんです廃校とか見ててもほこりとかカビのが気になるあ確かにパパサカさん見せてきそうなイメージあでも結構パパサカと二人で昔はよく見てましたよお,お母さんんが結構ホラー苦手なんで そう見ないんですけどお母さんお父さんと2人でしょっちゅう見てますねえー、これ絶対嘘だよ」とか言いながら見てました <laughs> 劇場の幽霊見たことないなんかそれ霊感ないから全然わかんないんですねいるって言いますよねよくそう あーキョンシーね。でもなんかさなんかテキテキみたいなやついるじゃないですかああいうのダメなんですよ下半身苦手 <laughs> 長坂太った太ったかもしんない顔は丸いです常にでも体重は全く変わってないんでまあ乗ってないんですけど多分変わってないんで太ってないと信じて生きてまーす劇場の髪手にしろー 白,白そうさタバふふふ読めない SK で一番のビビリは誰かえみそれね一回ゼロポジに提案したんですよねなんか提案ゼロポジみたいなあったじゃないですか企画鎌田さんが企画提案してた気がするよそれしてなかったっけ白装束うん白装束の人は 見たことないで劇場でお化け見たことないですねいるんですかねでもいるって言いますよねよくあっドンさんがやってたの企画してたのかその9期で一番の怖がりは誰み川島みはるだと思う 川島みはるはすべてにおいて怖がってるイメージ川島は動物が無理でしょで絶叫系ダメでしょ怖いところはどんなんだろう全然聞いたことないでも好きじゃなさそうあドンさんが怖がりだと思う今の SK ってどういう活動してるの、S、今チーム S 新公演に向けて頑張ってるのでぜひ新公演期待していただけたら嬉しいです 鹿島はあれは常に振るね。そうです。ニャ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 。でも見れば鹿島ほど動物にビビリではない。鹿島はなんかもうちょんちょんで触ったとかじゃないですか。中坂は全然猫触れます。休憩生チキンゼロポジはよ。チキンゼロポジやばい そろそろ吸気性ゼロポジ回ってくるんじゃないかと密かに期待しているんですけどでも多分11期ゼポジがあると思うんですよ <laughs> で今8期 7D2 やったじゃないですかでドラ1あドラ1ドラ3やったじゃないですかやってるじゃないですか現在進行形でねでもモータンというマリーさんの新選抜お祝いやってそうだから この順番でいけばそろそろ9期来るかなーとか思いつつあそ5期生さんもあの10周年お祝いゼルポーやってたからあのー、そうで、まあ、ピヨスさんと須田さんとマキコさんは1人ずつしかいないからこうなんか戦いとかはちょっとあんまできるイメージがないわけじゃないですかだからやっぱそろそろ9期の出番来るかなーとか思いつつもやっぱ11期みたいな <laughs> 11期みたいなね、まあ、流れ的には多分11期っぽそう。<laughs> 期いやでもその前に多分11期フューチャー知った方がいいと思うので11期ゼロポジはやると思います毎,毎回やってくださってますよねゼロポジさんはお鼻でピシピシしないで <laughs> ごめんなさい11期のショールも一人だけフォローしましたあ誰だろう誰だろう うん。未完成のイメージあるけどなまあでもそれはね新しく SK に入ってくださるからみんなどこもフューチャーしますあと10分ガチ無邪気な笑顔の子ですえ結構みんな無気じゃね えまだショールーム誰かねフォロー誰もフォローできてないです竹永さん日向坂のあそうドキュメンタリーね始まりますもんね絶対見に行こう未完成なのがいいよね <laughs> サービスエリアでロケしてほしいの A、えー、したい長坂はちょっとゼロポジに出たいので頑張ります <laughs> 久々のショールーム楽しかったありがとう メイちゃんも常にフレッシュパンは全開ですよ。でからさん見てくださいニキビがいっぱいできました <laughs> 2日連続でお,あのお化粧したらねニキビがいっぱいできちゃった <laughs>、えー、シャアさん小判 <laughs> サッカーラスカーさんハートカトちゃんペさん青と白のバルーン、えー、アナちゃんさん青バルーンダダさん、えー、ピンクのハートバルーン、えー、アナちゃんさんハート 唐揚げハムハムさんライフライフあなんちゃんさんハート唐揚げハムハムさんライフ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 サッカーラスカーさん黄色の風船えー、世界遺産レインボーくるみちゃんさんハート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 黄色のバルーンえー、シャーさんレインボーあ、バルーンじゃ黄色の風船サッカーラスカーさん青のバルーンシュルルルルンさん結婚してんなんちゃんさんハート シルルルルるさん赤青白のバルーン唐、えー、揚げハムハムさん唐揚げじゃないエビフライハムハムになってるよエビフライハムハムさんライフ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 忍者豚えー、さん黄色の風船 ユジポピピゆ,ゆずぽさん、黄色の風船。ピピさんたらの音符。ゆずぽさん、黄色の風船。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 忍者豚さんたらのぶたらの音符。ゆずぽさん、黄色の風船。黄色の風船。え忍者豚さんたらの音符。ゆずぽさん、たんぽぽ。シルルルーさん、かわいいかわいい。ゆずぽさん、たんぽぽ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 ぽ ゆずぽさん、黄色の風船、黄色の風船、黄色の風船、シルルルーさん、ハート。ゆずぽさん、黄色の風船。パリスさん、可愛いい。ブーブーさん、青菜。シルルルーさん、ハート。えー、ゆずぽさん、黄色の風船。猫耳さん、可愛い可愛い可愛いパリスさん、似合う。猫耳さん、可愛いい、かわい可愛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 い,可愛い,可愛い, <laughs> い,いおしさん、ハート。間違えた。おしさん、白菜。青菜。紫サイリウム、ブンブンさん、黄色の風船。 えー、ねこみみさん,ん結婚して,して結婚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 してお婚してさんオレンジサインブーブーさん、えー、ハート紫サイリウムブンブン,ンラ、ね、さんたらノンプ猫耳さん赤のバルーンおしさん白サインエイトさんお花束猫耳さん青と白のバルーンおしさい、えー、ん白サインエイトさんタンポポーネコみさんのの赤のバルーンタンポポ黄色の風船赤のバルーン青のバルーン白のバルーン 黄色の風船たんぼぼ赤のバルーン青のバルーン白のバルーン赤のバルーン青のバルーンブーブーさん青のバルーンありがとうございます猫耳さん白のバルーンありがとうございます赤のバルーンもありがとうございます他にもギフト投げてくださった皆さんありがとうございます猫耳さんたんぼぼありがとうございますタンボボあ黄色の風船もありがとうございます他にもギフト投げてくださった皆さんありがとうございますあパンダさん黄色の風船ありがとうございます え、グデタマさん、ハートの風船。ドドさん、赤、青、白バルーン、シルルルンさん、赤、青、白バルーン、猫耳さん、赤バルーン、シルルルンさん、赤バルーン、青バルーン、白バルーン、かわいい。かわいい、かわいい、ランドセルラスカーさん、かわいい。え、シルルルンさん、かわいい、かわいい、かわいい、ランドセルラスカーさん、ハート、猫耳さん、ミラーボー、ミラーボー、ミラーボー、ミラボー。え、グデタマさん、レインボー、なゆずぽさん、赤バルーン、レインボー、ランドセルラスカーさん、レインボー、世界さん、フロシキー、 の他にもギフト投げてくださった皆さんありがとうございます。イェーイ、ありがとうございます。イェーイ。ニャンニャン、ただいまだおかえりー。イェーイんー。みんな雨大丈夫ですかそれは。今日の中身73位は。でけでけでけでん。おブーブーグーグーのアバターの <laughs> さんです。ありがとうございます。イェーイ。おめーん。おめーん。 では二位から読みます。いきます。せーの、モフモフさん、焼き鳥スさん、世界一さん、エビフライハムハムさん、スマッシュさん、ヒヒ,ヒンさん、キラーンノーノーさん、ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございます。イエーイ。十三位から読みます。十三位 <laughs> さあありがとうございます。パンダ、シャンシャン。十一 <laughs> さあありがとうございます。お化けドロン。 11位、フンフありがとうございます、ガさん。位、フありがとうございます、キ位、フありがとうございます、シャー位、フありがとうございます、ラスカル、ヘイ位、七位、フありがとうございます、ランドセルラスカル。位、フありがとうございます、カトちゃん、ペ。

そして今日の1位はう,っう、ね、ん3ですイェーイせの猫耳ニャンニャンありがとうございますニャンニャンということで改めまして3151人の皆さん配信を見てくださってありがとうございましたコメントしてくださった方もシャーギフトを投げてくださった方もありがとうございましたもしよかったらメールブログのチェック大富豪と小リウムのフォロー t w i t t とインスタグラムのハローアミューランチェックよろしくお願いします ちでしょもしよかったらメールブログのチェックあ言ったね <laughs> 私も新公演楽しみ昨日ね発表された、えー、詳細は公式ホームページ特設サイトにね載ってますのでギュギュゲッっと MV の方もご覧になっていただいて、えー、ロングトーク会だったりオンラインサイン会トーク会だったり遊びに来てくださると嬉しいです待ってますそれでは終わりますせーのまいちゃんじゃんけんポン始めてほい 今日の愛子供は心にフラワーバイバイバイバーイバイ,バーイ,イエーイ,エーイバイバイ